ナエルプロジェクト2022。早速今日のゲストを呼びたいと思います。こちらです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということで今日はナオが来てくれました。ナオが来てくれたということは、今日は何をするんでしょうか。今日はかなえさんと一緒にかなえるキッチンでお料理をします。はい。ということで、もう1時間後には本番が始まってるという状況です。緊張してる？めっちゃ緊張。そう、お菓子作りを今日はするわけだけど、それはできそう？緊張して失敗しそうでちょっと怖いです。私一人でいつもやってるし、そんな緊張するようなあれじゃないから大丈夫です。はい、というわけで、じゃあナオとかなえるキッチン行ってきます。行ってきます。皆さんこんばんは。7分の22の白沢かなえです。白沢かなえのかなえるキッチン第11回がスタートしました。イエーイ。それでは早速ゲストの方に登場していただきましょう。こちらです。こんにちは、伊川奈央です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。初ゲストですけど、奈央は緊張しいなんだよね。緊張してる？緊張めっちゃしてます。はい、なので奈央はお菓子作りが得意なんですよ。結構ツイッターでも手作りのお菓子とかツイートしてるけど、私より何倍もお菓子作りやってるので、そんな得意な奈央と今月はクレープ作りにチャレンジしていきたいと思います。アシスタントちゃん。アシスタントです。アシスタントちゃん、緊張する。オーバーしたらごめんなさい。すごい積極的にやってくれてる。ダメだね。どうしよう。どうしよう、私何したらいいんだろう。牛乳 300ml。 はい、牛乳 300ml。 はい。やばい、ちょっとお名挽回しないと。お名返上。もうやだ。300ですよね。300です。はい、失礼しました。おお、すごい、ぴったり。100.00g にしてる。焼いていきましょう。いきます。あ、頭どうしよう、こぼしちゃったら。大丈夫大丈夫、落ち着いて。やらないから。落ち着いていけば大丈夫。じゃあいきますよ。こんぐらいかな。そんぐらい。おお、いい音。あ、でもなんか上手にいかない。難しい。超難しいですこれ。デロンデロンになってる。マジで無理ですよこれ。スクランブルエッグみたいになってる。ほんだな。え、すごい。なんでこんなにできないんだろう。よかった。うらやましい。じゃあかなえさんは上手にできるんですね。食べてくださいよ。失敗入れ、これにする。かなえさんのもそこに行きますから大丈夫です。ちょっとトゲあってきたな。はい、失敗なんでお皿にも乗せられない。はい、じゃあ次はかなえさん。なおの一さか。ひどい。はい、次かなえさんの番です。見せてください、かなえ先生のお手前を。よし、いくぜ。全然ジューって言わない。え、すごい。あ、でもあ、でもなんか弾いてない。え、熱くないとかないですか。え、すごい。いや、分かった、かなえさんが油を多く引きすぎたんですよ。何それ、何言ってんの。あ、見てください。おお、サラダ油全然見えない。私はクレープシュゼットにします。甘々だ。
バターと砂糖。ね、美味しいものしか入ってない。美味しそう。ちょっと。へい。お。はい。じゃあこれで完成でーす。イエーイ。全然違う。美味しそう。ね、美味しそう。はい、完成です。パチパチパチ。というわけでここからはこれを二人で食べていきたいと思います。緊張しました。たらー、今から食べていきますね。かなえるキッチンのコーナーも参加するということでめちゃめちゃ緊張してるんですけど、引き続き頑張ります。それでは早速完成したクレープを食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。いや全然2人で違うけど、いやよいしょ、美味しそう。美味しそうですね。家でこんなの食べれちゃうの？嬉しい。いただきます。はい、召し上がれ。うん。もくもくふむ。もちもち。いただきます。満足そうなお顔。すごいよこれ。ゲストに来てみてどうでした？楽しかった。楽しかったです。あーよかった楽しかった、ね、好きなお菓子作りをやるわけだから、うん、すごい楽しかったです。楽しかった、ね、よかった。かなえさんも優しくって、うん、お優しくて怖いイメージはなくなりましたか？なくなりました。優しくて可愛くて今日私もアシスタントに来られてよかったです。私がアシスタントだった。そうそう、まあね、お互い得意な分野があるということで、お菓子作りが得意だし、私も料理が得意だし、そんな2人をこれからも応援よろしくお願いします。お相手は白澤かなえと相川奈緒でした。せーの、バイバーイ。バイバイ。ということで今生放送が終わりました。ダイジェストを見ていただいたかと思うんですけど、どうでしたか？結構ナオと私のいいコンビネーションが見れたんじゃないでしょうか。ナオはどうでした？すごい楽しかったです。かなえさんとずっとなんかお料理したいって思ってたし、なんかファンの人も一緒にお料理いつかしてほしいみたいな言ってくださってたので夢叶っちゃいました。叶っちゃいました。確かに私も結構もともとかなえるプロジェクトもやってほしいみたいな声もあったし、なおと料理にやってほしいとか、かなえるプロジェクトが決まる前にかなえるキッチンになおが来てほしいとかすごい言ってくださってたので、今回叶うことができてよかったです。というわけでかなえるプロジェクト2022、なおのかなえるキッチンでかなえさんと料理をするというのは叶いました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。